岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームを、はい、4番バッター石井。ホークスこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンス。痛烈、これはファーストライナー。この場面打席には丸が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。これはどうか、ライトライナー掴んで、まずワンアウトです。セカンドランナー飛び出している。6番バッター茂木。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目は何で来るか。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ショートうまくさばいてセカンドフォースアウト。これでスリーアウト。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。